監督の田中守ですよ。映画制作一人でできるもん。はい。ね、最近ですね、ね、この映画制作一人でできるもんという番組なんですけど、なんかですね、自主制作映画の話なんかあんましてないんで、まあね、たまには。ね、たまにはっていうか、そもそもね、自主制作映画を作ろうというね、そういう番組であるにもかかわらずですね、なんかあんまり最近そういう話してないんで、まあ、今日はですね、今回はですね、そういう話をしましょう。ね、まあ、自主制作映画自体はですね、まあね、高校生ぐらいの時からもずっと撮り続けてるわけなんですけど、まあそういうね、自主制作映画をこう撮ってる中でですね、やっぱですね、こう、俺もこういう映画を撮るぞとかね、俺もこんな映画を今考えてるんだとかね、そういうことを話すこう仲間と出くわすこと、まあまあ多々あったわけですよね。で、まあ実際にこうね、大学の生の時は自主制作映画のサークルに所属してね、まあ、そんな仲間がいっぱいいたんですけど、まあ、そういう仲間は、ね、こういう映画を撮るぞって言ったら、まあ、大体こうね、実際にそういう映画を作ってました、ね。で、まあ、大学卒業してからもですね、まあ、してからね、こう会社に就職してですね、で会社のね、後輩なんかよりもですね、実は映画自分撮りたいんですみたいなね、話をしてる人もいましたよ、ね、こういうの考えてるんですみたいな。で、まあ会社以外にもですね、まあいろいろこうね、こういろいろあるじゃないですかね、こう知り合う人が、でそういう中でもね、まあ、自分が自主制作映画作ってるんですよみたいな話をしたら、いや実は僕も映画撮りたいんですよっていう話をしている人に、こうね、やっぱね、大学卒業してからもう25年ぐらい経つんですけど、そういう人に、まあ、ちょいちょいこうね、出会ってるんですよね。で、まあそういう人たちのが、こう映画撮ろうと思ってるんです、こういうこれこういう内容のものを撮ろうと思ってるんですっていうね、内容なんですけど、こういうの作ってると思ってるんですみたいな内容を、まあ具体的に話してくれるわけなんですよね。で、こう聞いてるわけなんですけど、その内容がですね、非常にですね、こう高い確率で、ね、暗い内容が多いんですよ。まあ、すっげえもう暗い内容っていうかですね、それね、映画撮ってね、なんかね、こう楽しい内容じゃないよねみたいなね、こう、まあまあ胸クソ映画まではいかないんですけど、なんかこう しんみりとしてですね、なんかこうね、こう見終わった後にはぁーって思わせるようなね、映画の内容をよく聞かされる確率が高いんですよね。これたまたま私がそういう人ばっかりに出くわしてるという可能性が高いのかなとね、考えたこともあるんですけど、まあでも実際ですね、自主制作映画ってそういうの多いじゃないですかね。
まあね、私がねよくこう参加させてもらってるですね、あの全国自主怪獣映画選手権はあんまそういうのないです、ないですし、あとあの米子映画事変ね、何回かこう行かさせていただいて3分映画畑をこうね見ていて、そういう時にもそういう映画ってない、ほとんどないですし、でシネマ秘宝館ですね、もうバカ映画ばっかりですので、まあ、そういうのはないんですけど、まあ、たまになんかねこうそれ以外のですね、こうなんすか、こう夕張映画祭とかねなんか具体的に名前出してるこの人みたいなで、なんか四日市映画祭みたいなやつとか行くと、たまにそういうのに出くわす時あるんですよね、こうしんみりとした暗い映画みたいなね、ピアフィルムフェスティバルとかで、でまあ何すかね、こう自主制作映画をね、こう映画を撮ろうとねこう企んでる人は結構暗いものを、暗い映画をこうね求めてる人が多いのか、暗い映画を撮りたい人が多いのか、ね、はたまた暗いとかそういうあれじゃなくて、こう自分が普段心の中で思っている社会は、社会のここはいけないんだとか、人間はこうあるべきなんだとかね、そういうのをこう映像化、ね、具体的に映像化、ね、映画にしようとしたら、おのずとそういう内容になってしまうんでしょうかねというわけでね、なんかこう抽象的な話をしてますけど、まあ、ここからちょっと具体的な話になるんですけど、まあね、会社の見た後輩がですね映画撮るとか言ってんですよね、あの会社の子も、もう今からもう20年以上前、もっと前かなね、ね、まあ私が前勤めてた会社なんですけどね、こういう話を聞いたんですけど、まあ、結局ねその映画はねもう全然もう制作されずじまい、もうそういうの構想はありました、ね、的な話なんですよ。でもね私今までですねこの二十何年間ですね、いろんな人からこういう映画撮ろうと思ってるんですというのをパーッと聞いてはいるんですけど、あんまり覚えてないんですよね、どんなことを話したかっていうのを、まあ、とにかくなんか暗い映画、少人数で撮れる映画、なんか貧乏くさい映画みたいなね、やたら貧乏くさい映画みたいな、そういうのをねもう結構聞かされてですねなんですけど、まあその二十数年前にね聞かされた映画の構想というのがですね、まあ、これもですね、言っときますけど暗い映画なんですよ。暗くて貧乏臭くて、もしもうね、まあ胸くそ悪いところまでいかないとは思うんですけど、なんですかね、まあ暗い映画なんですよ、ね、でまあなんかね結構具体的に話してくれたんですよ、最初から話の頭から最後まで。どんな映画かというと、タイトルはね村っていうタイトルなんですよ村、ね、村なんですよ、村で漢字で村と書いて横に MURA 村みたいな、で村って何かというと村ですよ、村社会とか言うじゃないですか、ね、プロレス村とか、ねまあ、要するに何すか、こう閉鎖的な、ね、社会を、ね、描きたいと、ね、村社会ね、でそれで、まあドキュメンタリー風の映画にしと言ってました、本人は確か。ドキュメンタリー風なんで、ドキュメンタリーじゃないんですよね、セミでドキュメンタリーの、なんかよくわかんないですけど、とにかく舞台は自分家の近くらしいんですよ自分の住んでるなんか町が舞台なんですよね、でそこは別にね、なんとか村じゃないんですよね、まあ同じ、まあ、滋賀県の前原市なんでそこまで具体的に言っていいのかみたいなまあ村どころか市ですよね、今やね、まあ、二十何年前は市じゃなかったんですけどね、でまあそこでねこういろいろある村社会をですねこうまざまざと見せつけてですね、でこれを一つの映画にするとね、ドキュメンタリー風のなんかフィクションと言いながら結構ね話を聞いてると、それ思いっきりドキュメンタリーやんけって言いたくなるようなあれなんですけど、まあお話としてはですね、なんかまあなんかこうね
新聞記者かフリーライターかよくわかんない人がですね、ある自治体を訪れるわけですよ、ね、でそこでまあそこに住んでる人にもいろいろこうねインタビュー形式でインタビューしていくと、ね、でそのインタビューするされるインタビューの人はもうね本物本当にそこの住んでる住人にこれこれこういうことについてどう思いますかというのを一応やりたいと、ね、そこまで言ってしまったらもうもはやもう NHK のドキュメンタリー番組みたいになってしまうんじゃないかでいいんですけど、まあね、なんかそんな風なこと言ってました。で何について聞くのかというとですね、まあ、要するにですね、そのね、なんか小さなこのね、なんすか、その自治会とかあるじゃないですか、そういったもののしがらみみたいなやつをこう次々に聞いていきたいとね。本当にもうね、なんじゃそれは思いましたけどね。で自治体のなんかしょうもない行事とかですね、もうねこんな自治会の集まり必要なんだろうかとか ね、 ね自治会の飲み会とかですね、そういうのことのあり方について愚痴を聞くとね、みたいな感じで、でこの他にですね、なんか神社があってですね、で神社ってなんか お金を寄付した人がなんかこんな石柱かなんかよく柱になんか名前書いてあるじゃないですか、こうこの人はこんだけこの人は神社に寄付しましたということで名前書いてあって、こうなんか石のなんかこんなね、こんな鳥居とかなんかよくわかんないですけどあるじゃないですか、こんなね石碑みたいなやつが、石碑というか石柱みたいなやつがいっぱい立ってるじゃないですか。でそれはなんかいっぱいお金を寄付してくれた人はでかいこう石柱が立っている。でまあちょっと寄付した人はちっちゃい石柱が立っているでね、それがなんかねこういかんとね、そのプロットを話してくれた人は言うんですよね、そのね彼は。それはね差別とかそういうことでなくって、なんかいっぱいお金を寄付したからでかい石のなんかこの名前の書いてるやつがあるのはなんかね、こう時代錯誤だとね、別に全ての人類が平等であるというのはそこまでは言わないとね、ただね、ある程度ねこうね、こうなんすか、こうエジプトでピラミッドがあった時代とかね、こう王様のなんとか主義とかね、そういう時代はもう何千年前に終わってるじゃないかとね。なのに現代の日本においていっぱい金をね、そこの神社に寄付したからこんなでっかいなんか権力の象徴みたいなね石柱を作ってもらって、でちょっとしか寄付しなかった人はちっちゃいやつ、でっかいやつに比べてこのちっちゃいやつはちっちゃいんだみたいなね、 でかいのはどうだ、ドーンでかいのをして、これはこの金を、貢いだ言い方はダメですね、金を寄付した人が死んだとしても未来永劫その神社で生き続ける、ね、でちっちゃいちょっとしか寄付しなかった人はちっちゃい石柱があって名前まで彫ってある、ね、これはこのちょっとしか寄付しなかった人が死んだ後もちっちゃいままここに残っている、でっかいやつもずっと残っている、ね、で名前が刻まれている、ね、こっちに寄付した、ね、鈴木さんはこんなでかい石柱に鈴木と書いてある、こっちのちっちゃい方の田中さんは田中守とね、こう石柱がある、こっちの鈴木なんとかさんはドドーン、こっちのちっちゃい田中守さんはしょぼーんみたいな感じで、それが気に入らんとね、金が全てかみたいなねことをこの村という映画を考えた人は言ってましたね。これは神社にね、こう寄付するという、ね、気持ちは同じじゃないかと、ね、神社を維持していこうという、ね、住民の気持ちは同じなのに、そこに
10万円1万円の金の差があってもそれはその人のね、あの一軒一軒の経済的な、事情とかあるじゃないですか、ね、収入、ね、こっちの鈴木さんはいっぱい金収入多いけどこっちの田中守さんはちょっと収入が芳しくない。でもこの地域の神社が老朽化していくから、ね、神社のためにお金を出そうという気持ちは同じ、この人だって同じじゃないか、ね、でまあ、10万円1万円はまあしゃあないとしよう、ね、それをわざわざこんな石柱にしてそう表すかみたいな、ね、んでね、ちっちゃい方がなんかしょぼいみたいじゃないですか、ねね、でこれをわざわざそんな見せつけるかみたいなね、それをねすごくね、絶対そこには各住民たちの不満があるはずだということで、それを住民たちを一人一人インタビューしたいと、ね、しかもインタビューしたいというけど自分の住んでる地域の、人をとっ捕まえてですね、そんなインタビューに応じるかみたいなっていうか、それとそんな映画だったら近所付き合いできなくなるぞみたいな思いましたけどね。でまあそれを取りたいとね、かなり具体的でしょう話がほんでそこまでは結構ドキュメンタリーでやりたいとね。で、ね、でもそれだけやとね、なんかただのインタビューをつらねただけの映画になってしまうから、やっぱり映画にはアクションシーンが必要だとね。やっぱりね、こうね、ある程度こうクライマックスは見せ場が必要だということで、そのクライマックスが何かというと、そのね、神社の問題で、神社のこととか自治会のことでね、ぐだ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 、インタビューを聞いていたルポライター、まあ、フリーカメラマンかなんか新聞記者が、ね、主人公の新聞記者がですね、その地域のゲートボール場に訪れるわけですよ、ね、で、このゲートボール場はね、今は使われていないと。で実はちょっと数年前まではみんなここで、ね、おじいちゃんおばあちゃんが仲良くゲートボールしていたところなんだ、ね、ところが、ね、その数年前に事件が起きてしまったと、ね、どんな事件かというと、仲良くゲートボールしていたのに、そのゲートボールやってた頃は判定をめぐってですね、おじいさんおばあさん、特にじいさん同士がこう喧嘩を始めたと、ね、でこうね、喧嘩を口だけで喧嘩しているんだらいいんですけど、それがエスカレートしてゲートボールのスティックで殴り合い、どつき合いを始めたと、ね、じいさん、こっちチームのじいさんでこっちチームのじいさんがもう大乱闘が始まったと、ね、ほんでゲートボールのスティックのゲートボールのスティックで結構硬いんですよあれね。でこれが あるおじいさんの頭にガーンだなって、おじいさんがピューって血が出て、ほんでね、まあ、他にも怪我人はいるんですけど、特に強くどつかれたおじいさんはピューッと血が出て、その前に倒れて意識不明の重体ね、救急車で運ばれましたけどね、搬送された病院でね、死亡が確認されました。これは新聞の地方紙にちっちゃな記事が載りましたね。そしてね、ゲートボールの集まりも、ね、この事件をきっかけに消滅しましたみたいな。でルポライターが、主人公の記者がそのゲートボール上の土を嫌って ここにはこのゲートボール上にはおじいさんのこの血が、この土にはおじさんたちの血が染みている、染み込んでいるんだーみたいなね、あーみたいなところで、こうおじいさんたちがこうスローモーションでこうゲートボールのスティックで10対10ぐらいでこう乱闘し合うシーンがガーガー続く、うえーピシャーで続く、もう血で血を洗う戦いみたいなね。でまあ、二十何年前でしたらまだかろうじてですね、おじいさんおばあさんが広場でゲートボール
していた時代なんですよ、ね、1990年代の後半っていうのはね。今もすっかりですね、あのゲートボールなんかやってないじゃないですか。うちの近所にもね、ゲートボール場ありますけど、もうそんな誰も誰一人やってないですよね。っていうかですね、大体ゲートボールなんてあんなものはですね、そもそもですね、私の母親のさらに母親世代がドストライクのね、あのストライク、ドストライク世代なんですよね。今生きてたら120歳110歳から120歳ぐらいの人がドストライクの世代なんですよね。おはようゲートボールとかあったんですよね。ちなみにね、うちの母親のさらに母親というのは、まあ、要するに私の、ね、祖母に当たるわけなんですけど、あのゲートボールのなんか審判の免許まで持ってました、ね、かなりはハマってました、ね、それもですね、審判の免許の試験の時にですね、周りの一緒にゲートボール仲間を受けに行ったんですけど、こう3人がこうね席に並んで3人でこうね答えを見せ合いっこしてカンニングして、それで3人がめでたく合格したとかね、堂々と言ってましたよ、ね、でもまあね、おはようゲートボールもですね、ゲートボールのね生中継がね、試合の模様をやってるんですけど、大体やってるババアがですね、もうなんか一流アスリート気取りでやってるんですよ。ほんでまあ憎たらしい顔してんですよでそれをね、おはようゲートボールのことが頭によぎりましたから、それを聞いた時に、まあゲートボールやってるジジババなんで、まあ殺し合いもするかなみたいなねことをね思いましたよね。で実際ですね、ゲートボールのスティックでなんか 殴り合いをで喧嘩になった、怪我したっていう事件もなんか実際あったみたいなんですね、その当時ね。でね、もうね、ゲートボール本当にゲートボールで花がすっ飛んでしまいましたけど、まあね、でもゲートボールで乱闘をしたね。なんで村はこのね、村社会はひどいんだというところで、あの話はあのね、エンディングに向かうわけですけど、さあエンディングをどうするかということで、そのひどい村をまあ一人去っていくね、記者ね、主人公なんですけど、ふとね、道端を見ると小さな教会があって、ね、そこで掃き掃除をしている、ね、年老いた、神父さんがいると、ね、この人は毎日ね、この教会の前の道を掃き掃除している。それを見てね、そのフリーライター新聞記者か分かんないですけど、その人が、あ、こんなすさんだ村にも、村でもね、こういう無償の奉仕をする心美しい人がいるんだとね、モノローグでそれを語って、で最後ね、その教会がこうずーんとアップになっていって、で賛美歌が流れて終わるとという内容を話してくれたんですよね。ただね、そのね、教会の表で、その教会も実際にあるみたいなんですけど、そのもうその村っちゅうかちっちゃい自治体にですね、教会の表で毎朝で、それをその人も実在するらしいんですよ、その人が。でそれをそのね、映画を考えた彼をその神父さんを、そのボロボロの本当にちっちゃいちっちゃいね、もう村の教会での表を毎朝ね、もうね、まあ、もう道路掃き掃除して、掃き掃除する、で彼のそのね、無償のね、何の見返りもね求めない、その行動こそがね、そのすさんだ村の中で唯一の良心であり救いであると、そういうラストにしたいとね、彼は言ってたんで、ね、最後賛美歌が壮大に流れて終わる、ね、聞いた時は、まあ確かにすごいんだけどね、教会の表をですね、神父さんが毎朝掃除するって、それは普通するやんみたいな ね家のね表をちょっと掃き掃除するぐらい、その辺の人でもやってるやんけとね思ったけど、でもあまりにも熱っぽく語るんで、ね、ね、すごいと、ね、確かにオープニングからエンディングまでですね、確かにこれね、実際作ったら見応えがある映画かなとか、ね、
で 思いました。ね、でまあそのね人はもう今何してるか分かんないですけどね、会社も辞めちゃったしね、っていうかまあ私も会社辞めましたしね、その会社は。でっていうかね、これこの内容ね、自分これ実践した方がいいか、これやってみようかなってね、こうね今なかなかと話してる中で思いました。